ルーエンゾリ山地国立公園は、今後民主共和国との国境付近に広がるウガンダの国立公園。その名の通り、ルーエンゾリ山地の標高2100メートル以上を対象とする国立公園である。1941年に設定された森林保護区を前身とし、1991年に設定され、1994年にはユネスコの世界遺産に登録された。 ルーエンゾリは、現地のバコンジョジンの言葉で、雪をいただいた山を意味する。その名の通り、アフリカでは3つしかない万年雪をいただく山地である。あと2つは、アフリカ最高峰のキリマンジャロー山と、第2位のケニア山であり、ナイル川源流とも言われる、標高後、109メートルのルーエンゾリ山には、アフリカ第3位のマルガリータ山頂がある。ルーエンゾリ山地自体は、シカ山だが、 ビルンガ山地と繋がっている。このため、ルーエンゾリ山地国立公園は、今後民主共和国のビルンガ国立公園に隣接している。標高3000メートルの高地には、たくさんの奇妙な樹木が生えている。枝の底かしこについている。丸いものは、苔の塊である。ここは、湿度100%の霧の森である。この付近は、 海から吹きつける暖かい風が上昇するうちに冷やされ、毎日のように霧に覆われる。そのため、霧に適応した草花、ヘリクリムスが生息している。霧に覆われている時は花弁を閉じ、太陽が顔を出すと急いで花弁を開く。高さ12メートルのアズマザサ族のサやサ高さ10メートルのフィリッピラトリメラ、ジャイアントロベリア、ジャイアントセネシオなどの巨大樹木をはじめとする75種の 樹木が見られる。標高 4?000 メートルでは普通は背を低くして、風をやり過ごす。鉱山植物セネシオやロベリアが巨大化し、それぞれジャイアントセネシオ、ジャイアントロベリアになっている。高さは5から6メートルにもなり、寒さに耐えるために綿毛で樹木を覆っている。4000メートルの高地では、赤道直下とはいえ、夜は氷点下になり、植物は霜に覆われる。 しかし、日が昇ると気温は摂氏20度まで急上昇していく。巨大高山植物は太陽の恵みを最大限に利用する仕組みを持っている。それは大きな茎の中の空洞である。中の空気を昼間の太陽の熱で温めておくことで夜に襲ってくる寒さに耐えるのである。巨大化したのはこの空間を大きくするためだったのである。この地に生息する動物にはアヌビスヒシロサ菜、 森林蔵、チンパンジー、ロエストグエノン、セネシオの葉っぱが主食の木登りハイラックスなどやセネシオの幹に巣を作るサンバードという鳥がいる。巣は巨大植物から集めてきた綿毛で織っている。サンバードはロベリアの蜜を吸うことで受粉の手伝いもしている。この高地では花粉を運んでくれる昆虫はほとんどいないためセネシオに守られた。 サンバードだけが高山植物たちの繁殖を助けてくれている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ウガンダでの内戦の影響で公園管理業務が麻痺したため、1999年から危機遺産リストに加えられた。正常の不安定さはあるものの管理業務が復旧したことから2004年に危機遺産リストからは除外された。 ありがとうございます。